2010年、アイスランドで発生した群発地震の震源を乗せた地図群発地震とは地震活動の一種。比較的狭い震源域において断続的に地震が多発するもので、最大震と余震の関係が余震に関する大森公式に従った減衰の経過をたどらない。主に火山活動、プレートの移動が発生の要因である。 噴火の直前は相当数の地震が起きる例が観測されている。群発地震に関しては特に本震、余震といった区別はされず、顕著な被害を伴った場合は、気象庁が命名を行うことがある。無感地震が多発するのみの場合もあれば、震度5や6クラスが立て続きに発生する場合もある。また、短期間で断続的に地震が発生し続けるため、 船酔いのような感覚や寝不足などになる人もおり、さらに強い揺れによる被害の増加などによって、日常生活に多大な影響を及ぼす時もある。ノイローゼにかかる人もいる。一方、震源地周辺住民にとっては、地震が日常茶飯時となり、地震の少ない地域の住民に比べ、発生時の行動は落ち着いているとも言える。東北地方太平洋沖地震や熊本地震などの、 ように、規模が大きな地震が発生した後に多数発生する余震は、群発地震とは呼ばない。ただし、群発地震が大きな規模の地震の予兆現象になることはある。火山周辺での群発地震は、マグマの貫入や地下水の流出で噴火活動にまで至る場合もあるが、一過性の活動で収束する場合もある。ただし、火山直下の微小地震活動は、 火山性微動であり、群発地震として扱わない。巨大地震による誘発地震として、空論応力の変化が影響や人間の経済活動が影響することもあり、ダムの貯水、シェールガス採掘に伴う群発地震も報告されている。時に大地震には明瞭な前進活動が観測されていることがある。しかし、本震の発生後に、 それが前進であったことが判明するものであり、ある地域に群発地震の様相を呈する一連の地震活動が始まったとき、それが前進であるのか、群発地震で済んでしまうかは、活動が収束してみないとわからない。日本で記録に残る代表的な群発地震としては、下記の例が挙げられる。特に、箱根、伊豆半島から伊豆諸島周辺では、 以下のように1800年代からの発生記録が残っている。また、近代的な観測網が整備された以降でも、1978年以来、二十数年間にわたって30回以上の群発地震活動が数えられており、顕著な被害を伴った群発地震も発生している。小竹付近でも1968年、1990年、1998年、 2011年、2014年と、たびたび群発地震や深部低周波地震が観測されている。また、トカラ列島でも群発地震が起きやすく、過去に何度も起こっている。ありがとうございます。